一番時間の法則は俺あんまり好きじゃないけどね。手法を真似た成果物とは思えない程遠いものが出来上がります。これはゼロから始める素人なら正常ですか？程遠いものが出来上がってんのは正常なんだけど、それを正常かどうか確認する行動が正常じゃないかもしれない。確認するまでもなく、程遠いものができたらじゃあもう一回やってちょっとでも近づけるようにしないと、悔しいとか腹立つな自分にっていうのが感情として出てこないならあんまり向いてないかも。結局そういうもんだから、なんとなくもしかしてお手本より成果物ほど遠いもんできちゃったな、これ素人だけど正常っすかっていう質問じゃないですか今の。それはなんかあんまり絵頑張って描こうかなって人としては正常ではないかも。もう聞くまでもなく、うわ俺下手くそだなもうちょっと頑張ろうとか出てこないですか？自分の絵にイラつくあると思います。プロッキーだけ一枚やっても意味ないんですよ。確かに指摘の通り、悔しいなどよりはこのプロセスで間違ってないのかという疑問と不安が先に出てきています。ハングリー精神という意味では確かに不足しています、ね、ちょっと冷静すぎますよ、ね、多分効率よく書かないとっていう話をする人は多いと思うんです。でもその効率いいっていうのはクロッキーやるとかとかまた別の話なんですよ、ね、効率いい方法っていうのはやっぱり自分のあんまうまくいってない絵と向き合うっていうのが一番効率いいんで、まず向き合わないとダメ。だからその向き合うのに知識とか詰め込もうとかじゃダメで、何回も何回も絵を直してそれっぽく見せるっていうのが一番辛い作業じゃないですか。まずそれを3年間続ければ上手くなると、3年どころか1年ぐらいでは上手くなる人もいるじゃん。そういっただから知識とか詰め込まずに、もう本当に自分が今やれる最大のことを毎日やってるから上手くなると思うんですよ。1年ぐらいで上手くなる人って、そこら辺が差じゃない。知識も大事だけど、まず一番最初にやらなきゃいけないのって書きたいものをそれっぽく書けるようになるまで何回も繰り返したりとかすることだから、それが一番辛いんだけど、やれれば上手くなります。やれないと同じことずっと続けちゃったりとかして、なんか俺上手くなんねえなみたいな人ができちゃうんじゃないかな。